上級イタリア料理が食い放題の仕事があるんだがね。しかも妙齢の美女たちが何から何まで世話してくれる。ギャラはブルックリンの一等地で開業した上、お釣りで自家用セスナが買える額だ。ハッハッハ、そいつはよかった。あんたのことだから今頃ベルリンの路地裏でのたれ死んでるかと思ってたよ。ああ、友達に向かってひどいこと言うやつだな。ところで聞いたぜ、レノ。センターをクビになったんだって？運が良かったじゃないか。お偉いさんの弱みでも握ったか。あんたのことだ。その辺抜け目はないだろうさ。原因は女か。訳ありかい？まあいいさ。それよりあんたが困ってるだろうと思っていい話を持ってきたぜ。今日の朝食は？俺の話を聞けよ。OK！何、簡単な仕事だ。高級イタリア料理が食い放題で、妙齢の美女たちが何から何まで世話してくれて、ギャラ大金持ちの主治医ってはどうだい？この件のクライアントはイタリアのある島に住んでる。あんたはその島に住み込んで、いつも通りの仕事すればいい。そいつは問題ない。イタリアの就労ビザだけ取ってくれ。クライアントが全てうまくやる。リスクの分のギャラは保証するぜ。あんな車ローンで買うなよ。オーケーオーケー、そいつもギャラに上乗せすればいいさ。そういう種類の仕事だよ。スイスに口座を作ってくれ。回収不可能な場所に前金が振り込まれれば少しは信用するかい？この仕事を引き受けるかどうかは別にして、近いうちにあんたのところへ契約書と一緒に招待状が届くだろう。サンタマリア島への招待状だ。南米のとは別の島だ。こっちはアドリア海にある。クライアントの住んでる島だ。契約交渉はその彼と直接行うことが条件なのさ。あの島はちょっとばかり風変わりな環境だからな。あんたもその目で確認してきた方がいいと思うぜ。今のところそれだけだ。Thank you.
何だい葛城良一。ボランティアに決まってるじゃないか、ブラザー。返事は早めに頼むぜ。もっとも銀行に前金が振り込まれれば、あんただってすぐ乗り気になるだろうけどな。失礼します。夕食の準備が整いましたので、お迎えに上がりました。
用心です。どうしてわかったんですか？私、髪の毛も茶色だし。できましたので食堂へ、そのご案内を。え、あ、やだ、私。申し訳ありません。私、大原ミレイと言います。よろしくお願いします。はい、日本語ですから。